本日は LJL2017 サマースプリットラウンド9の模様をお送りしております。さあレボルさん、ゲーム1ランページの勝利からスタートですが、序盤のテンポでいうと USG が握っていたんですが、まあ、そのテンポの速さというところをランページ耐え切って、まあ、集団戦のフェーズに入って、まあ、彼の集団戦の強さが爆発していきましたよね。鍵となっていたのはランページのこのボットレーン2人のコンビでしょうね。ゆとりまや選手はもうダメージを出し切り、そしてダラ選手はラカンの俺に夢中で木のバックラインを、まあ、捕まえ切ってダメージ出させませんでしたから、この2人のインパクトというのはこの試合において非常に大きかったと思いますね。いや、やっとタラに夢中って言いましたよ。ミッドのセカンドタワーでの集団戦においてキャリー捕まえていましたからね。そうですね、あれは大きかったですね。さあそれに対してのアンソルドスタッフゲーミングのこのボットレーンの2人という、まあ、この2人からテンポを作っていったというような、シビアの強さを生かしてスワップを絶えず行うことによってサイドレーンのコントロールのテンポを取り、そのテンポを生かしてヘラルド、そしてトップのファースターにつなげていくというオブジェクトのを意識した動きというのは非常にハマっていました。ただその取ったオブジェクトを生かすことができなかったことと、あとはさらに集団戦のところでダメージを出すことができなかったダラ選手に捕まってしまっていましたよね。そういったところで中盤以降の動きというところが少し改善のポイントになるのかなという感じがしますね。エンティがスレッシュを使用してたんですけど、ちょっと少数戦がね起こせなかったというのも大きなポイントでしたかね。一方でまあ不利なマッチアップを作られてチョガスで耐え切って、そしてテレポートのエンゲージ見事でしたね。エビ選手はあのバロンの裏の奥のワードに対してテレポートをして、そしてそれを USG に把握させなかったというところ、そこから一気に決め切るというところです。非常にいい動きできてましたね。いやただこのエビを抑えたアパメンもね素晴らしかったんですけどね、たったワンプレーでまあエビにひっくり返されたというようなシーンでしたが、あれあのまま続けていたらちょっと分からなかったかなという展開でしたけれども、分かりませんでしたね。ナーが怖いテム2つ、ブラッククリーバーとフローズンマレット完成して、そして明らかにレンのところでドミネートできていました。ボットのセカンドターンも破壊できるような状況でもありましたから、あのままじわりじわりとイーブンの状況も作れていればアパメン選手がゲームを動かしていた可能性のある、ゲーム1でしたね。さあそれではゲーム2のドラフトスタートしたので見ていきましょう。ブルーサイド選択はランページです。そしてレッドサイドアンソルドスタッフゲーミング、ランページとしては勝ちましたが、先ほどのシビアをどう評価するかですね。ただドラフトは変えません、ここまでは。ただサードバンで変える可能性、おっとアンソルドスタッフゲーミングが変えました。レクサイからチョガスに変えました。ランページはここで先ほどはカリスタでしたが、開けますかね。チョガスをバンして、ただカリスタをバン、ランページは3枚全てターゲットです。そしてうわー変えました、ここも変えます、ガリオバン。これによってレクサイとジャンナが開くわけですが、ただ候補としてはマオカイ、ケイトリンのどちらかになると思いますね。あ、グラガスにしますか。ケインケインケイン、ちょっと鼻で笑うのやめてもらっていいですか。いや、 LPL で評価されてるチャンピオンなので、まあでもマオカイですよね。ケイトと迷ったのかな、そしてクリックミスなのかなという感じもしましたが、ケインがビックした時それもあって少しフフッと笑ってしまいましたが、まあ、マオカイファーストピックです。現在アップデートが入って5回ピックされてますが、このマオカイ 80% のウィンレートを誇っています。そしてアリスタはかなり早い段階でアリスタを取りましたが、そしてバルス、また戦略 USG は違うようですね。アリスタをかなり早い段階で取った狙いというのはスレッシュもオープン、そうなんですよね。少しそこが気になるポイントです。例えば最近だとカリスタに対するカウンターとしてアリスタが、さらにはまあラカに対するカウンターというところでアリスタが評価されていますが、であればランページとしてはそれを見てから別のサポートを選べますからね。さあレクサイとブラウム、相手が仕掛けてくる構成である可能性が高いというところで、まあ、ジャンナとブラウム迷ってはいましたが、ブラウムの方がよりまあ、リスクが低いと、さらにはレンのところに対してアリスタに対してプレッシャーかけられるということでブラムを抑えていきましたね。いや、そしていや来ましたよ、トランドルタンクキラー、
魔王界に対して大きなプレッシャーをかけられますね。レクサイに対してブラウンに対しても使っても硬、まあ、くなれるチャンピオンですね。今回レクサイはウォーリアーのエンチャントではなくシンダーハルクからの、まあ、タンクビルドになると思いますからね。あ、それはなぜわかるんですか。この場合今のメタだとやはり集団戦が非常に重要になっていますし、序盤からカウンタージャングルによってリードを広げていくというのが非常にリスクが高くなっているということを考えると、ウォーリアーを取って敵のジャングルに序盤から入っていってというのは今のメタからすると少し、まあ成功しづらいんですよね、うん、なのでリスクを低くするシンダーハルクで集団戦に対してプレッシャーかけていくという選択肢がメタになっていますからね。さらには今回、まあ、燃やし選手に対して騎士の力をつけていくというところでレクサイの性能も上がっていきますから、ランページとしてもそしてチームとしても、まあ、レクサイ多数選手はシンダーハルクを取っていくと思いますね。もうジャングラーのセカンドアイテム騎士の力で固定みたいなところありますからね今、はい、かなり強いですからね。さあそしてバンフェーズ2ではコグマウ、そしてルシアン、ザヤ、ザックとバンが来ましたが、来るか、来た、ケイン来ました。ジャングルケイン、そしてミッドケインというのもありますが、まあジャングルでしょうね。ただしゼロを超えた男ですよ。問題になるのは、はい、変身のタイミングがどれだけ早くできるかですね。そうですね。そしてトリスタン、レブロさんはどっちの色に進化するのが強いと思いますか。ジャングラーだと、タンキーな赤の方ですね。ミッドレーナーもしくはソロレーナーとピックするんであれば、あ、ダメージの出るブルーの方が強いと思いますね。なるほど。さあそして返しはランページ、トリスターナとオリアンナ、オリアナ、そしておお安尾、ノックアップの性能だとアリスター、トランドル、そしてケインのレッドに進化した際のダブルのノックアップがあります。安尾のアルティメットを発動する上ではかなり揃ってはいますね。いや揃ってはいますがオール AD ですよ。トランドルのアルティメットでタンクのんケイントップですか。いやジャングルトランドル、んんいや、あ、買いました買いました買いましたですよね。買いました、はい、トップトランドル、ジャングルケインです。オール AD、 いやしかし3タンクですよ。ランページ、トランドルのアルティメットがいるとはいえ、それで、まあ、タンクが半減するということを考えても、まあ、それで 2.5 としましょう、はい、オール AD です。はい、魔法ダメージはいくつかはありますが、はい、ちょっと加味するには薄いです。そうですよね。そしてレイトゲームに関してはもう完全にランページが上回っている構成ですね。序盤から中盤にかけて、USG はスノーボールしないと勝てない構成です。15分から25分までの、まあ、15分のところまでリードを作り、そして25分までのところでゲームを決める、そういったゲーム展開を作らなければ勝てない構成ですね。もう序盤に全てをかけるんだと、そういった構成になっていると思います。そしてレクサイというチャンピオンは最近、ブレイクダウンの動画で日本語で挙げられていました、はい、キンは序盤のステータスがかなり高い、そして一方でスケールが非常に悪いチャンピオンなので、それを考えると序盤からガツガツ仕掛けていってリードを作っていくことが求められているジャングラーですから、まあ、それも合わせてのピックなのだと思います。そんなに悪いんですかスケール。スケールがですね、まあ、140体ある中で、基礎ステータスの部分でいう と、1桁であったり、20位とかだったりと全体的に高いんですが、スケールだけで見るとね、はい、見るとですね、100位とかなるほどそれは悪いですね。非常に悪いんですよね。さあ始まりました LGL2017 サマースプリットラウンド9、アンソルドスタッフゲーミング VS ランページのゲーム2スタートです。そしてケインはまあスキルを回してジャングルを勝っていくタイプのチャンピオン、特に Q の回転率ですね。なのでタリスマンからスタートということが多いですね。ただし問題はですね、はい、カウンタージャングルをするにせよ眼光するにせよレーンのコントロールが取れないと行いづらいんですよね。独特なガンクのルートをキンは誇ってはいますが、ただレーンのコントロールは取れるマッチアップを作ってますよね。トップレーンでもそしてミッドレーンでも作ってますね。ただミッドレーンガンクよりもやはりトップかボットへのガンクのルートを考えていると思います。トリサナ VS バルスのマッチアップだとバルスの方が有利です。一方でサポートのマッチアップ、ブラム VS アリスターだとブラムが有利ですから、ここで
ダラ選手がどれだけプレッシャーを与えられるか、それを USG は2人かわして、ハルチ選手のレーンの強さを生かしてレーンを押し込めるかどうかといったところが重要になってきますね。さあスタートはラプターから、レッドバフもこれ触ってますね。そしてこちらがケインのジャングルルート、ネオがどういったルートを見せてくれるのか。影縫い、ああいきなり壁スキルをレベル2で取りますか。レッドバフをスマイトカラチに、あ、スマイトを使わずに狩るということでしょうかね。いや、スマイト使わないと苦しいですね。使いますね、これは。さっきストーン雷帝の号令ですね。おっと、使いますね。特に変わったところはないですかね。さあ序盤どこから仕掛けていくのか、アンソールドスタッフゲーミング、そしてそれを読み切ってさばくことができるのかランページ、その構図になるという話なんですが、鍵となるのはまあなんといってもネオ選手の動きですね。いや、このガンクできないですよ。ガンクのタイミングが違いますからね。さあ入った、このタイミングで来るのかよということでしょう。アパメンレベル3です。スネアからファーストブラッドはタッスル、このガンク予測するのは非常に難しいですね。ブルーバフもしくはウルフグロンプ、いずれかのジャングルのを勝っている時間でもあるので、そうですね、3分前ですからね、このガンク予測はできないですね。さあこのずらし、ただランページは LJL の試合リーグの中でこの動き何回か行っているんですよね。なのでできれば警戒しておきたかったですね。まあ、今のジャングルのメタを考えるとですね、やはり先ほどのようにダラ選手やトリマヤ選手が練習してジャングルのクリアスピードというのを早めるような序盤の動きが多いです。ですから2分40秒から2分50秒の段階でリバーの VC に対してワードを置くという動きはちょっとトップレーナーとしては徹底しておきたいところですよね。さあいきなり序盤の有利タッスルが作っていきます。タッスルも今でこそタンクのメタであったり、あとはプレイの質の変化を求められて眼光をあまりしなくなったというのが特徴ですが、実はガンクが非常に得意なプレイヤーでもありますからね。デビューシーズンは圧倒的なガンク能力でしたからね試合を壊せるジャングラーですから。そう言えますね。今のメタはつまらないとダメージを出してキャリーがしたいと、そういったコメントもしているほどのプレイヤーです。ちょっとミニオンシャワーが多いぞアパメン。ここは不利になります。ここからミッドレーンのリマインド選手からするとですね、ミッド中の視界のコントロールを取らないとレーニングでアグレッシブに行えませんから、ワーディングといったところをネオ選手にも求めていきたいところですが、影縫いから入ったが刺さりそうにないか。ナイスピラーだ、いいノックアップ。ダブルのスキルはフラッシュアウトです。結構今の決まらないかなと思いましたが、いいダメージ出ますね。出ますね。さらにはトランドのピラー非常に強力でしたね。いや、そしてリマインドの安を一度 LJL で見せてくれましたが、もう一度仕掛けてきたところをカウンターで狙ってますね。安をというチャンピオンをミッドレーンで使うときは特にそうなんですが、ガンクが来ない とめちゃくちゃレーン強いんですよねまあ見ても分かる通り、はい、スキルが当たりませんからね。そしてネオが来るルートをソナーで把握していました。タッスル、ただこの動きが大事なんですよね。こういったそうなってきますね。ミッド中縁に敵のジャングラーがいないことを確信させる、もしくは視界のコントロールを取ることによって、リマインド選手のレーニングをやりやすくさせるというところが重要ですね。スマイト勝負タッスル今回は負けました。おっと、ちょっと珍しいシーンでしたね今。自身のおっと、ショックウェブからイグゾーストタワーダメージ一発入って、フラッシュアウトはフラッシュインで合わせます。最後またしてもタッスルのガンクが刺さる。ラムネもナイスセットアップでした。ガンクが来なければレーニングがとても強いんですが、ただガンクにとても弱いんですよねトップレーンのダリウスみたいなイメージ。そうですね。おっと、第一のガンクタワー下で捕まりますが、これはだいぶのセットアップですね。
タス選手レベル体力も十分あります。そしてまだアパメン選手レベル6になっていません。なるほど、スネアから体力を削っていたのはエビ、またしてもタッスルのキルです。3キル目ネオス選手、いやこれちょっとエビ選手の体力ありますが、ただマナがありません。ノックアップからキルが拾いたい、もしくは体力のトレードをして魂を集めたい。いかにこの魂を集めて素早く変身するかどうかが非常に重要です。ベースのままではステータスが非常に低い、スキルのダメージもしくは特殊効果といったところも少し弱いですからね。できるだけ早く進化して、この場合どちらに進化するか分かりませんが、変化するか分かりませんが、だいたいそうですね、平均すると17分から22分間ぐらいの間でジャングラーとしては競技心理を変身することが多いですが、できないパターンはないんですか。できないパターンは滅多にはないですね。なるほど。ただし今回 USG の構成から見てもそうなんですが、序盤から有利を作らなければならない構成です、はい、となると変身はできれば15分あたりまでにはしておかないと厳しいと。そうですね、苦しいと思いますね。15分まで、ただしタッスルがもう3キル獲得して、シンダーハルクが完成しましたね。そうなんですよね、もう 1v1 ではちょっと太刀打ちできない。ダスクブレードにネオ選手向かってますか。ラッシュですね、ファーストで作るようですね。ヨウムかダスクブレードかまだ分かりませんが、いやダスクブレードじゃないですかね。そうですよね。もう一度イグナイトを仕掛けて、ここもタッスル、いやナイスカバーです。最後はラムネのキル、これはもう苦しいですね。 USG はリマインドが仕掛けることができません。ここを例えばエンティ選手だったりネオ選手がカバーしたいところなんですが、ケガルの連鎖、ボットレーンから動かしていきたいんですが、スタンがかかってフラッシュインからオートアタック、ヒールを使用してこれは助けています。ゆとりもやしダラはフラッシュアウト、ここでアドバンテージを作りました。エンティ選手がリコールしてファーストアイテムとしては、そうですね、モビリティブーツを買ってミッドレーンへ動くような、そういったパターンを作らないとミッドレーンのリマインド選手のレーニングというのはもう行えなくなっていきますね。ミッド周辺からランページにじわりじわりといろいろ作られていくという形になるのは間違いないと思います。もうコントロールワードとか買わずにモビリティブーツを買うべきだと。買ってミッドの主導権を取り返すか、もしくは多数選手を狙っていく、ような動きが重要になってくると思いますね。ボットレーンはレーニングのところでアドバンテージ作っていますし、 CS のところも17シーズ勝っていますから、ここを広げていく動きも重要でしょうが、それ以上にやはりミッドレーンのリマインド選手、そしてネオ選手をどう育てるかという方が重要ですね。そしてその通りモビリティ買いましたね。ここからどれだけエンティ選手が動けるかが鍵になってきますね。さあエンティゲームを動かさなくてはいけない、バレています。これはダラのワードでしょうか、それともタッスルのワードでしょうか。完全に位置がバレています。そして 1v1 でアパメン勝てない、まだこの時間帯は苦しい。ダイブのセットアップできましたね。さあ分かっているので下がっています。ただこれスキルがワンショットでも当たればアルティメットかというようなシーンでしたが、ノックアップから、さあアルティメットフラッシュインからのノックアップはフラッシュで対応してショックウェーブ、これは使わせます。そしてテレポートでカウンター、エビのスネアが刺さりますが、ここに寄っていたのはネオ、そしてもう一度ノックアップ、さらにはイグゾーストですが、さあエビがカバーしているが、もう一度タワーダイブ、ここはアルティメットでくっついていました。1-1のトレードです。トップのファーストタワーをランページ取ることができました。 USG としては、まあ、この動きをどれだけ続け、そして正確に相手にキルを渡さずに自分たちが一方的にキルを取れる状況を何度も何度も作り出せるかどうかが鍵になってきますね。ただリマインド選手にはアシストしか入っていませんか。キルを取ったのはネオ選手ですか。まだ苦しいですね。まだ苦しいですか。まだ苦しいですね。この状況であればまだタス選手に対してネオ選手は追いついていませんし、レベルではイーブンではありますが、ゴールドでいうと1400ゴールドも差をつけられていますから、苦しいですね。個人ゴールドでですよね。はい、個人ゴールドで1400ゴールド差をつけられています。
ミッドレーンも本来であればリマインド選手が300ゴールドこの時間帯であれば有利を作っておかないとどうしても失速してしまう構成になっていますが、むしろ200ゴールド負けていますから、ここを USD としてはこの2人にどれだけゴールドを集めてアドバンテージを作らせることができるかどうかが今後の、そうですね、まあ、15分までのところで重要になってきますね。15分になるとですね、大体、ソロレーナーファーストアイテム完成しますから、となるとアクションを起こしていくのがまた難しくなってきますよね。さあ15分までに、ただもうトップのアウタータワー取ったのはランページサイド、ファーストタワー獲得です。そしてリフトヘラルドまで取りました。もうミッドレーンですよね、ランページとからしてみれば狙うのは。そうですね、狙うとすればミッドレーンアクションを起こしていくという形になると思いますね。ボットレーンにケインがいるのが見えていました。ミッドのファーストに対してプレッシャーかけています。そしてリコールして多数選手がミッド周辺のカバーをしながらエビ選手が降り狙ってますね。セットアップできています。しかしエンティ選手もしっかりとミッド周辺カバーしてますから。さあミッドレーンへ、この状況を作ってランページが動かします。ただエンティが寄っていればボットレーンが 2V2 に 2V1 になりますからね。ただしそれでも、まあ、ハリス選手が使うバルスであればスキルの射程も長いですから、うん、アルティメットもありますし、タワーダイブもしくは1対1のところに対してもなんとかカバーできると思います。ボットレーンのハリス選手の CS 勝ってはいますが、そこを伸ばすよりもミッドをやはり、まあ、安を取ったわけですから重視していきたいですね。ショックウェブノックアップからうまくアルティメット帰国収支を利用して逃げていますが、フラッシュで追撃、そこにエンティのノックアップ、ただアルティメットはもうない。ツーマン当たっていますが氷河の烈火、最後はラムネのキルになります。そしてエンティ完全に孤立、ここにハレッチが寄っていました。ケガルの連鎖で捕まえている。そしてこれは、いや後ろにバックラインにネオが入っていましたが、これはキルが取れていません。 2-1 のトレード、最後のキルはこれはエンティのイグナイトキルになったでしょうか。やはりランページ寄るのが早いですね。ミッド周辺でそもそもアクション仕掛けようというのを狙っていましたからね。ただしそれが USB 分かっていても、とにかくリマインド選手にゴールドを集めなければならないと、そういう状況ですね。そしてネオは本当にあの魂を集めたいから、ちょっと無理をしてでもダメージトレードを積極的に行ってますね。そうですね、あの魂、ダメージを与えた量に比例するのではなく、ダメージを与えた回数に比例して集まっていきます。どれだけ、まあ、殴れるかが鍵になっていくわけですが。お、そして溜まったようですか。さあどちらだ、これはダーキンだ。かなり15分ジャングラーとして見ると、そして競技人として見ると早いですが、そしてここからどれだけ育てるかどうかですね。加速していきたいところですが、タイムリミットは刻々と迫っていますね。まあ、ただ赤に進化するといろいろ変わるんですよね。そうですね、特に今回の場合だと W にノックアップがつくというのが大きいですね。さらにそれぞれのスキルに対して、まあ、ライフスティールのようなそういった効果もありますからね。そうですね。さあショックウェブからリマインドをもう狙い撃ちです。ランページ4人で囲っていますが、それでもリマインド個人技で抜けようとしています。最後はここがタッスルのキル。そしてラムネはバックラインで1人孤立してましたが、ハレッチが狙いに行きましたが、味方のカバーが非常に早い。ランページ一気に3キル獲得です。そしてリフトヘラルドの瞳がありました。ガラ空きです。ミッドタワー確実に破壊できますね。突進がタワー下で行うという、あそこまで近い距離で延焼するとこうなるんですね。ちょっと悲しいリフトヘラルドを見てしまいましたね。ただまあセカンドタワーもこれ狙えますよね。アパメン選手のテレポートもすでにないことが分かっていますから、確実に破壊できますね。さあもう一本は少し厳しいでしょうか。それでもかなり削ることができそうです。USD ちょっとゲーム1でうまくいかず、ちょっとメンタル面で来てるでしょうかね。そうですね、ゲーム1のあの序盤の緻密な戦略性から見るとですね、ゲーム2はちょっとあまりにも違いすぎますよね。さらにはここまでの USG の戦い方とも
違います。序盤に序盤のレーニングそしてガンクの成功に重きを置きすぎていますよね、うん、実は本日の試合は1勝を取るだけゲーム1を取るだけでもかなりアンソルトスタッフゲーミングにとってみれば大きな意味が3位の争いという部分で意味があったんですが順位表の上では今セブンセブンと並んでいますがゲームのウィン数というところのアドバンテージを一勝でもゲーム一つでも取れば作れます。それによってタイブレイクの回避であったり4位打ちの回避といったところを行える可能性が出てくるわけですがさあここもジャングル内に入っていたら見つかっています。いやただここはゆとりもよしにこれはリマインドがアルティメットを当てています。さらにはイグナイトも入っている。さあ1キル取ったのはいやここ先にラムネが取りました。そしてリマインドローライフの状況か。最後はここはタッスルのスキルショット。そしてラムネが強い一気にダブルキル3人のトレード。そしてこれでエンティまで倒せば4キル獲得ですがうまいがボイドラッシュで戻ってくる。フラッシュで対応しますがタワーダイブイージーでしょう。さあこれで4キル獲得ランページです。そのままボットのファーストタワーを破壊するというところまでいけそうですね。ちょっと萌え選手が入りすぎてしまってハル選手のアルティメットによってカウンターを受けてしまったんですがそのカバーというランページに達する選手がもう装備がもう基地の近い完成していてさらにはワーデンズメールまで完成しますからね。さらにこれラムネと結んで戦闘中に切り替えた可能性ありますね。今クールダウンですから。そうですね、この時点でついていませんからね。これ切り替えましたよね。ここでつなぎましたね。いやゆとり前しに今つないでますよ。ここからですか。まあなんといってもラムネ選手のアルティメットが入ったというのも大きいですし、すでにもうこの時点でラムネ選手はまあ対面のリマインド選手の安尾対策というところで忍者旅完成させてましたね。なるほど。さあそしてレッドバフ入りに行った。もう一度帰国収集2人に決めているのはリマインドです。さあ1キルは拾った、1キルは拾った。ちょっとラムネ選手がいない中で集団戦してしまったというのは非常にもったいなかったですね。すでに6キル6アシストを取っているラムネ選手を交えた集団戦を作った方がランピとしては確実に勝てる中であまりにも先走りすぎてしまいましたね。そこを USG としてはついてゴールドを集められたのは大きいですがですがガーディアンエンジェル忍者旅すでに完成してますよね。そうですね。さらにはラムネのビルド見てくださいよ。ルーデンエコーモレノノミコンダークシールは10スタック。対面が、物理ダメージ系のアサシンである場合オリアナは得てして、シーカーズラムガードを買うことが多いんですがそれを買わずとも勝てると踏んでいる。そして実際に倒されずにここまで進めてますからね。ラムネ選手の技術の高さといったところも出てますね。さあダスクブレードネオは完成しました。コアアイテムアンソールドスタッフゲーミングは一つずつ完成してここからセカンドのコアアイテムにまあ走っていくような形になってますがランページが2コア下手したらタッスルは3コア3コア完成しましたね。ソンメイが完成しました。フロントラインに対してネオ選手としてはダメージを出してももう意味がないという状況なので全く物理防御を積んでいないラムネ選手やゆとりまで選手を狙うというのが必須になっていきますね。リマインド選手がインフィニティエッジを完成すればネオ選手とリマインド選手のコンビによってラムネ選手とゆとりまで選手を倒せる可能性といったところは生まれてきますがその前にランページとしてはやはり試合の主導権握っていますからゲーム展開していきますよね。もうバロン狙ってもいいんじゃないかなと思うんですけどどう思いますか。非常に面白いと思いますね。もうタッスル選手バロンのダメージ受け切れるのでちょっと20分なんですけど20分の装備ではないですよね。そうなんですよね。35分の装備のように見えますがそしてもう考えてるようですねこの動きは。さあそれに対してアンソルドスタッフゲーミング AOE ダメージを当てることができればそしてそれをバックラインに当てることができればですね。そうですね。フロントラインに当てても意味がないですね。さあトップレーンのインナータワーを狙いに行くのはランペイそしてミッドのアウタータワーです。トリスターナとベースレースしてはダメですね。ダメですか。
さあリコール、いやダメですね、確かにダメなんですよね、壊れますよ、ズバ抜けた早すぎる。その帰り道封鎖したいところでサウスソールドスタッフゲーミング、ただタッスルが道を切り開きます。怖いものは何もないでしょうからね、今邪魔だと言わんばかりに行きますね1V1 いや、そしてボットレーンテレポート止めたい、アパメン無理をして止めました、ナイスプレーです。テレポートの有利ができました、アンソールドスタッフゲーミング。しかし今の一連の中で USG は3つのファーストを破壊することができませんでした。オブジェクトを2つ渡す形になりましたからね。一方でリマインド選手がインフィニティエッジ完成しました。安装であればアルティメット後、物理防御貫通のステータスを手に入れられますから、ラストイスパーのようなアイテムがなくても物理防御を積んだ対象に対してはダメージ出ますが、出ますが柔らかいですからね。そうですね。そしてフラッシュインからのスネア、第一のホバフで捕まえてそこに入っていくのはゆとりもやしですが、その間にバロンラッシュから巨子収集、2人だったバックライナーさ、ラムネラスさ、ものすごいリバイトのダメージが入る。そしてネオも狙っていますが、ここはタッスルうまくボイドラッシュを利用して逃げました。さあ1キル獲得はこれはどちらになっているでしょうか。キルログが右下でもキルが発生しているような状況です、ミニマップ上。1キル獲得アンソールドスタッフゲーミング、2キル獲得ランページ、ボットレーンの1キルとバロン周辺での1キルですね。 USG のバロンラッシュの判断からの反転、非常に素晴らしかったですね。ラムネ選手を捕まえることができたというところが大きかったですね。ただそれでも 2-1 のトレード、勝ったのはランページサイドですか。ボットレーンのところに対するガンクによって、まあ、取り返していった形ですね。ただ USG としては隙を突いたバロンの選択というのは非常に良かったですね。隙を見せれば噛みつくぞと、そういったプレッシャーを見せていますアンソールドスタッフゲーミング。ただしレッドバフ回収はタッスルです。ジャングラーのレベル差、2レベル差あります。スマイトのダメージといったところも違いがありますね。少しあのレッドバフからランページもテンポが握れてないような状況続いてますね。そうですね、まあ、バロンに仕掛けてもいいタイミングが、まあ、テレポートを使わされてしまったことによってキャンセルになったというところも影響してますね。さあもう一度バロンの裏での攻防です。テレポートがないのでエビはトップレーンに来ています。もうこれバロン触りますよね。そのようですね。ちょっと左上のエビ選手のサマナスペルのところ、はい、ちょっと表記がおかしくなってますが、あと90秒で湧きますがそのままラッシュしますね。なるほど、テレポートが残り90秒で上がると。さあテレポート使用しました。ポットレーンのタワーを折ってからエンティが入るか。ネオがここは壁を抜けて狙っています。ランページ反転を判断、第一の捕獲、そしてネオを捕まえた。ただここに新鋭深海で時間を稼いでいる。そしてハルチの汚れの連鎖、ダラはどういった判断を下すか。いやシールドで耐えてアルティメット温存します。そしてもう一度バロンに触るアルティメットをほとんど使用した後です。これリマインドとそしてアパメンのアルティメットしかアンソルドスタッフゲーミングはありません。ラムネ選手のアルティメットが上がっていますから近づくこともできないですね。そしてもう一度反転か。さあここで氷河のレッコハレッチを狙いに行くのはダラ、エビがフロントライン、そしてリマインドはバックラインに当てている。当ててはいるんですがダメージが足りなかったが 1-1 のトレード。さあ集団戦ではこれ全体的に、いやゆとり林の体力が完全にマックスの状況か。そしてリマインドがブレンコを利用して狙いに行くんですが前フラッシュインしたが、ここがリマインドの個人技の方が上回った。トリプルキルはタッスルだが、なんとエース獲得、アンソールドスタッフゲーミングだ。いやー素晴らしい。ゆとり前選手がリマインド選手に近づかれた瞬間にフラッシュインしてハレス選手を狙っていったんですが、そこを多分ネオ選手の W のノックアップか、もしくはリマインド選手の Q のノックアップか。リマインドの Q のノックアップでした。リマインドの Q のノックアップでしたが、それによってダメージが出せなかった。その瞬間に叩き落としていきましたね。なんといってもリマインド選手がバックラインに対してアルティメットを決められたというのが本当に大きかったですね。いや、やらなければいけないと言ってたんですが、一人でやってのけましたよ。素晴らしかったですね。本当に彼の個人技でとんでもないプレイヤーですね。素晴らしかったですね。ラムネ選手とモエス選手2人に対して決めていったというのが本当に良かったですね。
ラムネ選手にも入ってますからね。入ってますからね。そしてラムネ選手はオリアの17アルティメットを当てることができませんでしたね。ここでフラッシュインしたんですが、いやネオ選手の WM のカップでしたね。ああなるほど。そして追撃がリマインドの Q だったと。そのようですね。いやそして面白いのがタッスルがクワドラキルを達成していたというのもちょっと面白かったですが、なかなか見ないタンクビルドですからね。ちょっとランページとしては先ほどからなんでしょう、かなり有利な状況であるからこそ判断が少しブレているような印象がありますね。判定の判断も良かったんですが、ちょっとこのアウスオールドスタッフゲーミングのプレッシャーに押されてるような、先ほどの番の動きはもう USG を褒めるしかないと思いますね。非常に素晴らしい動きでしたが、おっと、そしてもう一度これ見ましたよ、さっき見ましたよ。今度はバロンがないわけですから、アパメン時間を稼ぎますが、グローリーのスロー、重い、とんでもない。最後はこれはエビのキルです。バロンのルートに対して USG が入っていないのを確認してからのボットガンクでしたね。さあこれで人数の有利が残り30秒、ランページサイドあります。そしてボットのセカンドターン狙ってますね。バロンをセットアップする必要はないと。集団戦のところ先ほど負けてしまったので5対5よりもマップのアドバンテージ、マップのコントロールのアドバンテージを生かして少数戦から作っていくという判断に変えましたね。さあボットレーンのインナータワー獲得、ランページこれでタワー7本目です。アンソールドスタッフゲーミングは28分の状況ですが、タワーが取れているのが2本。さあフラッシュインからノックアップ、ネオが決めて、そこにエンティが合わせて、さらにはハルチのケガルの連鎖、タッスル動けないが非常に育っていて硬い。ただしエビはテレポートを使用しました。そしてなんとアンソールドスタッフゲーミングのボットレーンを狙っているのはランページ、そしてバロンにラッシュ、アンソールドスタッフゲーミング、この構図どうする、チョックウェーブ入ったがエンティがこれはもらったのみです。そしてタワーインヒビタタワー獲得はランページ、そしてバロン狙っている、ダラの氷河の烈行、タッスルがまたスティールするのか、ディスイズタッスルになるのか、どうなるのか、このバロン今度は取ったな、ラブネ、これが真のラブネットだ。さらにはボットのインヒビタを壊しているのはランページ、ボットのミニオンも溜まってますよ。さらにアパメン選手が倒されています、リコールさせなければそれでランページ勝ちますね。1キル&バロンスティール成功。ちょっと雑な判断にも思いましたが、個人技どうこうぶち壊していきましたね。そのままミッドのインヒビターも狙います。2インヒビター獲得はランページです。そのままトップのインヒビター、3インヒビター取れますね。さらにこれトップミニオン溜まってますよ。ただちょっとそうですね、やはりデスタイマー上がるので一旦リコールしますね。ゴールドも集まってるでしょうからね。そうですね。さあ3インヒビター獲得で一旦リコールします。トータルで見るとランページはかなりちょっと雑な判断らしくない判断しましたが、まあ、このタス選手を入れないという動きをユースが行えなかったというのも、やはりこのアルティメット止めようがないですからね。そしてなんといっても14 もう一人スティールできるプレイヤーがいましたか。しかも安全な距離から。そうですね、もう完全に、タッスル選手に対して USG 全体意識、集まってましたからね。意識の外からラムネ選手が自由に、まあ、バロンに対してアプローチできましたね。ボールをタッスルにつけていたというのも大きいですかね。いや、そのシールドで、まあ、このオリアナのボールの操作といったところ阻害できるんですが、エンティ、いやスタンがかかってコンボが打てませんでした。そしてタッスルがフロントライン、ボイドラッシュ、ネオを狙いに行きますが、お互いに硬い。ここでハレッチのケガルの連鎖が入っている。4人にスネアが連鎖していますが、ゆとり回しが完全にフリーです。ただしそれでもフロントラインが硬い状況、タンクの集団戦ですが、最後はランページが上回ります。ダメージがやはり違う。さあこれでダブルキル同士取りましたかね。キャリーがダブルキルずつ取って、残っているのはリマインドのみ。デッドチームのタワーが破壊されました。さあ少しテンポがスローダウンはしましたが、安定的な力を見せつけてゲーム2勝利したのはランページとなりました。
序盤 USG が勝たなければならない、そういった構成の中で多数選手がそこを破壊していったというのが見事でしたね。トップガンク、ミッドガンク、そしてまたトップガンクと3キロを集めてからのスノーボールが非常に素晴らしかったですね。そこを USG はなんとか取り返そうとミッドレーンに対してアクションを仕掛けていったんですが、ついにランページが上回っていった。そこからちょっと判断を誤ってしまって USG が取り返せるような形になったんですが、最後は個人技の高さでしたね。バロンは渡しませんでしたし、一気に決めていきましたね。あそこでアンソルドスタッフゲーミングとしてはバロンを抑えていればワンチャンスまだありましたね。ただそれでも乗り越えるべき壁は多かったですが、勝てる可能性といったところはグッと生まれていただけに非常に惜しいシーンでしたね。さあ、そしてプレイヤーオブザマッチ、難しいですね。難しいですね、これは非常に。1戦目でいうとやはり萌え選手とダラ選手の印象が非常に強かったんですが、2戦目はタッスル選手が素晴らしかったですからそうなんですよね。そうですね、僕はタッスル選手を選びたいですかね。ゲーム1でも実はあれだけハイテンポな USG の動きに対して的確にジャングルのカバーをしていましたから、そして2戦目での動きを見るとタッスル選手がこのシリーズの、プレーオブザシリーズなのかなという感じがしますが、アイさんはどうでしょう。苦しそうですねいや全員が素晴らしかったですからね。だ2ゲーム目はより尖ったゲームをアンソールドスタッフゲーミングがして、 それを抑えたのは完全にタッスルだったんですが、1ゲーム目の戦略的な展開でやっぱり僕ダラのあのラカンの3人チャームを決めたシーンがやっぱり残ってるんですよね。バロン戦、そしてミッドのセカンドタワー前のところですよね。そう、あそこはあのエンティがフックをスレッシュだったんですけど、フックを当てた瞬間にエンゲージをしようっていう前の目に少しなった時だったんですよね。その時に全てを壊したのがダラだったので、そしてインヒビターまで獲得、素晴らしかったですよね。ただやはり、ランページ誰か一人突出したプレイヤーがゲームを動かしていくというよりもチーム全体で動かすことがやはり多いですからね。2戦目のラムネ選手も対面がリマインド選手、そして苦手なマッチアップオリアナ VS ヤソーだとヤソーが有利なマッチアップの中でなんとかウェーブを押されきることなくガンクのルートも確保しながらレーニングといったところも行っていましたし、バロンスティールしましたし非常に忙しい動きできてましたからね。ラストのリプレイです。これぞタンクメタというような集団戦でしたよね長いんですよね。長いんですよね。ずっと萌え選手が殴っているんですが、やはりアルティメットを使ったアリスタに対してダメージ出せないですし、一方でハリス選手もタンクラインに対してダメージ出しているんですがなかなか倒せないですよね。ブラウマ、アリスタ、そして魔王界レクサイのフロントラインとしての強さが際立っていましたが、ショックウェーブ決まったんですね。そうなんですよね。ラムネ選手のやはりダメージ、いつ彼が AOE ダメージ出すかがこの集団戦の流れの中で肝だったわけですが、じっくりと丁寧にタイミングを待って最後は彼が決めていきましたね。いや、そしてレボルさん、負けてはしまいましたがアンソールドスタッフゲーミング LJL、初めてのピックラカン、ラカンじゃないですね、ケイン見せてくれましたが、ケインの評価ってちなみにどうなんですか。地域によって大きく分かれているんですよね。 LCK では全く評価されていないんですが LPL 中国の方ではかなり評価されていて、ピックの回数も、中国地域が一番確か多かったと思います。しかもジャングルとしてバーンされるほどの評価の高さをしているチームもあるので難しいんですが、いかに早く変身できるかどうかが鍵なのは間違いないと思いますね。あとは序盤どれだけアグレッシブに仕掛けられるか、そこからのスノーボール性能というところが重要だと思いますね。なるほど。 LJL だと序盤からガツガツ仕掛けていくチームというのはそう多くはないので、 LJL のリージョン地域として見るとちょっとケインは使いづらいのかなという印象もありますね。アンソールドスタッフゲーミングは序盤ガツガツというよりかは序盤ゆったりとしたペースでこう、展開していくようなチームですからね、スノーボールを。さあ、プレーオブザマッチタッスル、キル回率 100% ゲーム1 13キルか11キルほどあったと思うんですが、
11キルですね。そうですね、 KDA、 はい2試合目も KDA、キル回率 78%、 まあ、なんといっても序盤の3キルが本当に大きかったですからね。そうですね、まあ、レクサイを取ってやらなければいけない仕事をこなしたと。見事でしたね。あのレッドバフのアードリーシュでタイミングをずらしたというのをね、ブルーバフウルフグロンブ狩らずにそのままトップガンクでしたかね。あの動きを予測するのはちょっと難しかった。あ、そしてしっかりと警戒されていないことを分かった上でガンクを成功させるというところが素晴らしかったですね。さあ、それでは勝利したランページより、タッスル選手のインタビューの準備整ったということですので、インタビュアーのカツリオンさん、お願いいたします。はい、それではランページよりタッスル選手のインタビューを行っていきたいと思います。さあ、ラウンド9を勝って、これで、まあ、今日も強かったですねというところですけど、今日のお気持ちはいかがですか？僕たちが序盤が弱くて今まで結構良くなかったけど、今日の試合は序盤のなんかもったいないの動きがちょっとなくなったから、まあ、今日の大会の気持ちは結構良かったかなって思います。仕上がりとしては上々だということですね。まあ、その上で今日、試合前のインタビューですね、まあ、バンピックに注目してほしい、ニューチャンピオンも飛び出すんじゃないかという話ありましたけれど、ジャーバン4世使いましたね。チェイポーチャルバンジョングラー結構違う国も結構出てるし、僕の近くのチャンピオンでパーミー行くんですけど、なんか昔ウォリオーじゃなかったんですか、そのせいでちょっとチャルバナ今やっても結構簡単だから違いましたよね。なんか僕はジャーバンをピックした瞬間に結構そのタンクジャングラーの中でも火力が出る方だから使ったのかなと思ったんですけれど、そこはどうなんですか？いや、今のジェイプは火力は出ないんですよね。そうですね失礼しました、その上でゲーム2タンクではありましたけれど、レクサイで、いや、久しぶりに序盤からゲームを破壊するような試合を見せましたけど、今日は楽しかったんじゃないんですか？いや、やるながらそんなに楽しくなかったんですけれど、あのコードラック取った瞬間に、あ、これは楽しいわってだったんですよね。まあ、そのクワドのキー、まあ、確かにその集団戦制したのは、まあ、リマインド選手の野草ではありましたけど、その後バロン前で、またしてもランページとんでもないことをして見せましたので、その動画を見ながらちょっとお話を聞ければなと思います。さあ、このバロンスティールの瞬間ですね。ここはタッスル選手も当然やはり狙いに行ってたんですかね？ここも、あ、これはバロンスティールのチャンスだって思って、もう絶対取るわこれは思ったんですけれど、取れなかったですよね。ここで今スマイト打ってラムネが来るんですよね。いや、ちょうどいいスマイトだったと思ったけど、ちょっと足りなかったですよね。60ぐらいかな、9パックだったから、あ、ここでスマイト打てば俺が取るのか思ったんですけれど、ダメージが足りなかったんですよね、スマイトの。ここラムネ選手は何か言ってましたか？いや、ラムネは僕がスティールやってって思ったから、お前がスティールやったよとか言ったけど、いや、トスでしょとかちょっと言うから、いや、本当にお前がスティールやったよってちょっと言えましたよね。お互いに褒め合ってたという感じなんですね。まあ、そして、まあ、今日もバロンスティールがあったというところはあるんですけれども、まあ、ゲームはもう途中からこうランページ一気に加速して勝っていったと。その外から見ていると、なんというか、まあ、逆転している展開が多いなという印象も受けるんですけれど、自分たちはどう思っていますか？チョイが처음에 조금 ちょうど、뭔가역전한기회가チャンスが나오면바로그チャンスを이용할수있는것같아서이길수있는것같아요。最初負けていても、逆転するチャンスがあればそれを利用して、勝っていっているようです。あ、別に狙っているのではなく、まあ、しっかりそこをついているということですかね。僕たちが狙っても相手がどうするかわからないから、なんか相手がなんかミスしたり、動きでミスしたり、ポジションミスしたり、そのタイミングを狙って勝ったの気持ちです。なるほど。
それではラウンド10の最後の、意気込み聞くその前にですね、今日ちょっと気になったのが、試合の開始前注目選手のところで、ダラさんがなんか恥ずかしがりながらなんかハートマークを作ったりしてたんですけれど、なんか隣から指示が飛んでいるような感じもしたんですけれど、あそこは何か話をしてたんですかね。みんなが、なんかタラにカメラが来るんですよとか言われて、みんながタラ幅早くハットやってハットやってとかめっちゃ言ったんですよ。こっちもみんなで本当にハットやってってタラがハッになって、タラがもうやっちゃったですよね、ハットを。恥ずかしがりながらもやってくれたということですね。さあそれでは、ラウンド10、これでデトネーションフォーカスミーとランページのファイナルに向けての1位抜けを決める、直接対決となります。そこへ向けての意気込みをぜひあちらのカメラに向かってお願いします。ファイナルにすぐ行ける、ファイナルにすぐ行けるように、なんか次の大会も頑張るから、お願いします。ありがとうございました。見事勝利したランページからタッスル選手のインタビューでした。それでは実況席にお返しいたします。インタビュアーの勝利さん、ありがとうございました。やっぱりダラのハートはみんなプレイヤー、他のチーム、他のプレイヤーが言ってたんですね。やらされていたようですね。かなり恥ずかしかってましたからね。ただ、最初3キル取っても、こう面白いというか乗ってはなかったですけど、さすがにクアドラキルには乗っていたようですね。あとは、スティールのシーンで、取れなかったのはスティール、タス選手本人は分かっていたけど、ラムネ選手自分が取ったとは思っていなかったというのもちょっと面白かったですね。どっちが取ったって、取れたんだからっていう。いったところで、取れるのも一つ、ランページの勢いというのも感じさせるシーンでもありましたよね。さあこれで天王山どうなるのか非常に楽しみです。さあそれではですね、ここでインターバルに入らせていただきます。インターバル後はラウンド9マッチ3、ラスカルジェスター VS セブンセブンの試合をお送りいたします。放送再開は19時10分と、なっております。それでは一度失礼いたします。ミッド、そしてボットレーンですかね。ボットリマインドに上走者ソロキル、ファーストブラッドです。気がついていない、メガナ状態がない状況で、さあまずはエンゲージ、決戦場から英雄降臨、1キロ捕食でエビが獲得、ハレッジが落ちた、キャリーが落ちた、一気にランページがアクションで仕掛けてダブルキルはエビ、アポメンが横から入ってる、ノックアップからタワーダメージはエビが持っていますが、フックが当たっている、戦機の号令、ただここにダラに夢中から、さらにはノックアップがスリーマン入っていました、そこにもう一度捕食で、ただアポメンのナーがタワー下で突き刺さっている、2人スタンがかかっています。それでも硬いのはランページサイド、ノーデッドで抑えている。そこから今度はゆとりもやし、もやしが前に出てフェザーストーン、ダブルキルはゆとりもやし、一気に4キル獲得、アンソールドスタッフゲーミング、トリプルキルはゆとりもやしだ。リマインドに上層者前に出て、もう一度ダメージを出しに行くが、またしてもダラの、これはチャームから英雄降臨、そこに合わせていくのはランページ、リマインドを狙っていますが、さあ倒しきった、エビの最後はノックアップのスタンで倒しきっている、アパメンもなお当てて3人にスタンを決めているんですが、タワー下でもそんなのは関係ない、ランページが一気にこれで4キル獲得です。ショックウェーブ、ノックアップからうまくアルティメット収集を利用して逃げていますが、フラッシュで追撃、そこにエンティのノックアップ、ただアルティメットはもうない、ツーマン当たっていますが氷河の烈行、最後はラムネのキルになります。そしてエンティ完全に孤立、ここにハレッジが寄っていました、ケガルの連鎖で捕まえている。そしてこれは、いや後ろにバックラインにネオが入っていましたが、これはキルが取れていません。ここもジャングル内に入っていたら見つかっています。いやただここはゆとりもよしに、これはリマインドがアルティメットを当てています、さらにはイグナイトも入っている。さあ1キル取ったのは、いやここ先にラムネが取りました。そしてリマインドローライフの状況か、最後はここはタッスルのスキルショット、そしてラムネが強い、一気にダブルキル。ここで氷河の烈行、ハレッジを狙いに行くのはダラ、エビがフロントライン、そしてリマインドはバックラインに当てている、当ててはいるんですがダメージが足りなかったが、1-1のトレード。さあ集団戦ではこれ全体的に、いやゆとり分子の体力が完全にマックスの状況か、そしてリマインドがブレインクを利用して狙いに行くんですが、前フラッシュインしたが、ここがリマインドの個人技の方が上回った、トリプルキルはタッスルだが、なんとエース獲得、アンソールドスタッフゲーミングだ。そしてバロン狙っている、ダラの氷河の烈行、タッスルがまたスティールするのか、ディスイズタッスルになるのか、どうなるのか、このバロン今度は取ったのはラムネ、これが真のラムネットだ。でコンボが打てませんでした。そしてタッスルがフロントライン、ボイドラッシュ、ネオを狙いに行きますが、
お互いに固い。ここでカレッジのケガルの連鎖が入っている。4人にスネアが連鎖していますが、ゆとりまよしが完全にフリーです。ただしそれでもフロントラインが固い状況。タンクの集団戦ですが、最後はランページが上回ります。ダメージがやはり違う。安定的な力を見せつけてゲーム2勝利したのはランページとなりました。